ということで今日はですね、まあ、2本目忘年会、ゆいちゃんと忘年会。ジュンです。ゆいです。ちょっと軽く録画入ってる、軽く酔い始めて適当になってきておりますけど、今日はゆいちゃんと2人で忘年会をしていきたいと思います。焼肉忘年会。はい、焼肉忘年会。待てますか。はい、はい、場所はですね、1本目の動画、あ、1個前の動画でもご紹介させていただいてるんですけど、赤坂にありますガストロノミー黒沢さんでございます。岩手牛、岩手の短角牛、すごい希少価値は高い、なかなかね、多分都内では食べれない短角牛のものが置いてあります。めっちゃ美味しかったね。美味しかった。皆さんもぜひ来てください。ということで、まだまだ食べていきます。お肉も頼むけど、うん、やっぱみんな、私さ、あんまり焼肉屋に行ってさ、この部位食べたいみたいなのがさ、なんかどうオーダーしていいかいつも分かんないんだけど、まあ、タンはいつも食べるよね。でその後、なんだろう、最近は赤身系でみたいな感じで適当に言って、あとはこだわりが強い人たちが頼むみたいなイメージ、うんうん、そうね。結構私お任せたい感じ。王族製品の特上ロースよね。本当わかんない、なんかメニュー可愛い、自信を持ってお出しするカルビ。普通のカルビじゃなくて、そうそうそう、自信を持ってお出しするカルビ。卵、すきしゃぶにする、卵あるし、ね、王族専用特上ロース薄切りすきしゃぶ焼き、これいってみよっか、うん、まあ、でもね、今回はお肉以外にも社長オーナーこだわりのいろんなのがあるんで、ね、ポテトが、はい、フラワーインドマスター、ケチャップとマスタードを絡めてください。これが翼の、はい、このね、はい、まあ、フライドポテトが食べれます。うまそう、はい、焼肉屋さんでフライドポテト、ここもしかもフライドポテトの普通に油じゃなくて牛脂で揚げてるらしいんだよ。で、昔のマックって牛脂で揚げてたらしいんだよ。で、今サラダ油だと思う。サラダ油か、多分パームオイルの混合みたいなやつだと思うんだけど、昔は牛脂で揚げてたから美味しいんだって。昔のマックのフライドポテトの味がするの。武蔵野？え、なんか食べたら分かるよこれ。めっちゃ食べちょっと何で頼もう。今冷めたらちょっとさ、色も白っぽいしさ、シュンってなるじゃん。だけどちょっと変わんないのやっぱり。でね、結構こだわりある お料理多いですよ。昔のマックの味がいただけるということで、ちょっと食べてみて。うん、どう？うん、違くない？え、昔のマックこんなん、もっとそれない、もしかしたらゆいちゃん、ゆいちゃんの世代は、いや私とじゅんちゃん世代一緒やから。本当、うん、一緒やから。でも3年だってさ、ゆいちゃん今何歳？28。3年3年、5年違うわけじゃん。一緒でしょ、5年。でもさ、もしさ、小学校の間にそれがなくなってたら食べてないかもしれないから。食べてた、食べてた。私が小3ぐらいで、この、もし、ちょっといつなくなったかもしれないけど、だったら、まだマック、ポテト食べてないかもしれないじゃん。でも、こんな感じ、柔らかくない？柔らかい。もうちょっと硬くなると思うけど、うん、なんか染み込んでない？こういうポテト好き、なんか染み込んでる、うん、油が、油が染み込んでるのよやっぱり。今年2021年終わりますけど、振り返ってみようか。振り返ってみようか。おー、いいね、わかんない、振り返ってみようか。ゆいちゃんが動画で、去年からか、
さらに去年ですね。今年は5月ぐらいに久しぶり、5月、6月ぐらい久しぶりに行ったの。あ、そっか、久しぶりに出てくれて、でそっからまたいっぱい今日すごい協力してもらって出てもらったんだけど、どうですなんかすごい、うん、モンドル見たよみたいな、あすごい言ってもらえる、増えた、うん、なんか親戚とかからも見たよみたいな、嬉しいね、うん、プラスさ、なんかお客さんとかさ、なんか違うところからさ言われたりするとさ、うん、あ、すごい実感しない、うん、そうそうそう、なんか雑誌とかよりかは、うん、これの方が全然こう、見たよって言ってもらえる回数が多くて、うん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 、あのそうね、雑誌もね出てたりしてたのよ、ちょこっと2、3年ぐらい前にちょっと出たぐらい、なんか出てたよね。りーちゃんは本当に喋りやすいから、私はもう一緒に撮影してて苦じゃないし、あのいつも言ってるかもしれないけど、逆にじゅんちゃん今年今年はどうでした？まあ、なんかまあコロナが結構なんか思ったより長引いたね。長引いたね、年末まだこれなんかオミクロン株だっけ、そうなんかあるかなと思ってやっぱ来たね。そうで、去年も年明けに落ち着くかなと思ってたのが、うん、またみたいになって結構がっかりした記憶があるのと、うん、でも会社自体が PR 業だからのと、うん、やっぱりさ、なんかこうなんていうかな、競合も多いから、うん、すっごいこう資金調達して上手にやってる会社がやっぱあって、こうガンガンやられちゃったから、結構なんだろう、まあそれで潰れるとかじゃないけど、あ、やっぱ薄切りすきしゃぶ焼きでございます。私の中ではなんか、まあ、今年はまあ大丈夫かもしれないけど、来年再来年は、まあ、なんだよね、そうなん、5年後10年後どうやってまあこう生きていこうじゃないけど、仕事とか事業とかも含めて、なんか辞めるのも考えたし、あ、会社をね、そうやっぱ強い会社にはなんだろう、そのそう、資金的にね、そうそうそう、回んなくなるともうどうしようもないから、そうだし、なんか別になんか何だろう、現状時というか、一人でやってる分には多分全然なんだけど、じゃあもうちょっとこれもやろうよあれもやろうよって言った時に、どん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 こう増やしていかなきゃいけないから、それをどこまでやるんだろうみたいな、うん、だけどなんかそうだね、大きくしてる人ってもっとなんかいろいろやってるじゃん、うん、寝なかったりとかさ、もう、うん、そこまで私もなんかやるのかなみたいな、うん、いつまでやるんだろうみたいな、結構そういう意味では考えた、時間がありすぎて考えたかもしれない、外にも出ないし、まあ、でもなんかなんだかんだやるって決めちゃった11月に開けて、うん、病んでたんだなみたいな、確かになんかどこまでやるのかありそうだよね、うん、でもそのなんかやりはずだ、これちょっとその前に特上貴族のなんだっけ、貴族の王族、あ、王族の王族専用特上ロース薄切りしゃぶ焼き、さあ、ゆーちゃん王族の専用見ますか、このすき焼き、これでも多分ね、もうすごいさらって焼く感じでいいんだよね、きっと。うわー、美味しそう。行きます。
どんどうぞ。はーい、ゆーちゃんが焼いてくれたこの、うわ、美味しそう。よいしょ、卵をたっぷり一口いただきたいと思います。うん、おいしい。めっちゃ柔らかい。なんかこういうのってもっと薄いんだよね。あ、確かにもっと薄いな。もっと薄くて油もなんかもっとデロデロなの、うん、なんだけどしっかり歯ごたえもあってちょうどいい差し加減というか、うん、なんかもう何枚かいける。普通1枚食べたらさちょっともういいやってなるじゃん。あ、なるな。もう全然ない。え、でも柔らかくてうまい。王族のなんとか王族のなんとかです。めっちゃ美味しい。美味でした。美味でした。そしてハイボールです。でもね、11月一応開けて12月、うん、私残りあと10日ですからね。マジだ。どうする、あと10日や。なんか早かったな。なんかしたかな。なんか意味のあることしたかな、今年って感じ。ほんとに、うん、一昨年一緒に年越ししたね。確かにしたね。もう年末、京都帰らなくて31の夕方ぐらいに、じゅんちゃん何してんのって言って連絡して。コロナの前じゃん、一昨年だから。あ、そっか、コロナの前だわ。前前、全然前。そうだ。で、うん、2人でそば食べに行って、 そのまま六本木で年越しして、なんか2、3時ぐらい。いや、もう覚えてない覚えてない、最後は。あの後どうしたのって。あの店だって私の最後の記憶一蘭だもん。朝方に一蘭食べて、うん、帰ってるの。そっか、ラーメン行ったんだっけ。そう、だから私本当は始発で京都帰ろうと思ったんだけど、うん、全然間に合わなかった。普通に起きたら昼だった。やば。そうだっけ。そうラーメン食べた記憶がないな。一蘭だから純ちゃんいなかったのかもね。もしかしたら多分ラーメンやめたかもしんない。私はラーメンはいいやって帰った気がする。もう覚えてない。そうね、覚えてないね。年越しそば食べに行ったもんね。うん、よし、どうしよう。どうする。全然予定ない。純ちゃんは予定ないっていうか、うん、誘われてるところが多すぎるんじゃない逆に。いや、なんかなんとなく誘われたというか、うん、なんかみんなで旅行行こうよみたいな、うん、軽く一泊二日で、うん、言われたんだけど、まあ、気が変わる可能性あるじゃん。というかそういう人たち多いからさ、うん、でわざわざじゃあ行こうねとか言って約束するほどでもないから、まあ。うん、家でゆっくりテレビ見るのも全然いいかなとは思ってる今。あ、帰る帰る、京都帰る。もう新幹線も取ったし。うん、やっぱ混んでるの今年は。でも私結構毎年、うん、これね、ほんと不思議なのが、うん、1月1日の午前中の新幹線めっちゃ空いてる、うん、え、そうなの。空いてる。で31まではやっぱすごい混んでるから結構なんていうのビビリだから、うん、今月の12月の頭にはもう取ってた。あ、そうなんだ。そんな早く取ったの。結構ね、新幹線のチケット、うん、変更とかキャンセルとか全然できるから。確かにね、もしまあいいやと思ったら1月の、うん、1月1日の午前中にすればついてんのか、うん、そう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 。へー、なんかもう変に30とか31に帰るんだったら、一回ね、うん、東京から京都まで立ちで買ったのかな、うん、もう死にそうで、もうなんていうの、もう乗車率が 100% 超えてるから。そっか、もうあらゆるところに人が立ってる。通路とか。そうそうそう、すごいよねあれね。本当にすごくて、で、あのね、もっとすごいのがグリーン車の通路には立てないの、うん、そうなの。グリーン車のチケット持ってないから。でも
リーじゃ買えないもんね。だから抜いてくださいって言われて、おー、言われるなって言われた記憶があるの。ここはグリーン車なんでみたいな。空いてると思って立ってた。そう、めっちゃ差別されるやんと思いながら、まあ、自由席のチケットしか持ってないから買えないしね、100% だからね。京都まで2時間10分15分ずっとうろちょろしながら、もうあれ本当に嫌で、もうそっから年末年始なのか何の時だったか忘れたんだけど、うん、多分ね年末年始だと思うんだけど、うんうんうん、そっからもう年末の新幹線のチケット持ってたから1日の朝1時帰る。今年どうなんだろう、多いかもね。あ、その結構動いてるんじゃないみんな、去年よりも。そうだよね、で去年逆に耐えなかったから、うんうんうん、分かんなかったんだけど、うんうん、なんかワイン行っちゃうか、マッコリ飲もうかと思って。あー、マッコリね。マッコリで、え、じゅんちゃんホルモン食べれるっけ。食べれるよ。ホルモン一皿頼んで、マッコリだ、うん、まあそうしようか。じゃあもうこれで2本目終わりにしよう。酔ってくるとちょっとね、雑になってきて、まあ、一旦振り返り、一年振り返りできたかな、大丈夫かな。ということで1年の振り返りをしたんで、次の動画では、まあ、今後どうしたいかみたいな、来年やりたいことをそう、ね、いろいろ話そうかな。ただここからまたさらに酔っ払っていくと思うので心配です。いいじゃん、これ配信18時とかでしょ。そう、あの10時、みんな見ながら一緒に飲んでもらったら、ね、確かにちょうどいいじゃん、うん、はい、ということでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。皆さんも1年の振り返りぜひやってみてください。